川チャンネル。皆さんこんにちは、下川チャンネルの下です。カンコレアーケードの動画を楽しみにしてくださってる提督の皆さん、明けましておめでとうございます。ということで、なんと年が明けてから初めてのカンコレアーケードの動画ということで、もうカンコレアーケードの動画出さないんですかというコメントをいただいたんですけれども、違うんですよ。お正月オリパ全然売ってないんですよ。なんで全然出てないかな、カンコレの。結構ね、年始に発売してた福袋系をね、先に優先して出してたら、まあこんなに遅くなってしまいました。すみません。しかし今回、お正月にちなんだくじ買っております。ご覧ください。こちら、神戸三宮センター街にあります、セブンドローさんにて買ってきました。お正月くじ、一口1000円のものでございます。200口限定、カードが2枚入り、お正月の特別仕様です。ということで、下の画像一覧が大当たりになっております。島風の海中波、そして、しおいちゃんの中波ですね。しおいちゃんの中波欲しい。その他基本的に海中波が大当たりになっているみたいです。最低でも中波が2枚、お若いホロが当たります。画像以外にも買いにカード、海中波、その他小当たり系を大量投入ということで、私が買った時ね、まだめちゃくちゃあったので、まあ何かいい当たり引けてたらいいなと思いまして、今回5つ5000円分買ってまいりました。しおいちゃんは出てくれるんでしょうか、ということで開けていきたいと思います。こちらのね、大入り袋、大変縁起がよろしいですね。まあ、とはいえ、中波2枚だとちょいきついぐらいですけども、中身はどんな感じでしょう、見ていきたいと思います。まず1パック目、こちら。お、霧島の海、2アップでございます。では続いて、こちら。おー、待って一発目から、黒潮の海中波、雷雲アップでございます。マジか、嬉しい。え、しかもこれあれなんや、当たり一覧ないんや。マジか。じゃあこれは小当たり系ってことですかね。でもラインアップやから、全然いいけどな、1000円やったら。ありがとうございます。いや、一パック目にしていい引き。いや、嬉しいですね。当たりじゃなくてもあの内容ってことですからね。さすがお正月特別仕様。では、2パック目見ていきたいと思います。対していきましょう。こちら、お、ユラのホロ。ホロなんや。うわー。でもさっきも回出ての2枚目やったんでね。こっち見ていきたいと思います。お願いします。あー、なるほど。順位の回ホロでございます。まあ、これは一応外れ枠ということで、回ホロでしたね。なるほど。去年さ、動画確認してたらさ、なるほどって言いすぎてて、今年はちょっと語彙のバリエーション増やしていこうかなと思います。そんな3パック目、見ていきましょう。それでは、3000円分の中身、こちら。あ、パツタの中波。やばい、ここで中波が来てしまった。これはちょっと、外れ選ぶかもしれない。では、見ていきたいと思います。こっち。お願いします。あー、なるほどね。ジーズ。はい、天竜型のね、タツタと天竜、こちらの中波セットでございました。いや、これは外れかなー、さすがに。中波カード好きやけどね。では、4パック目。いや、さすがに、当たり引きたい。当たり一覧の中から引きたい所存。では行かせていただきましょう。4パック目。こちら。大潮の貝。これは期待できる。では、開けていきたいと思います。せい！あー、そっち？ナッチの貝ホロでございます。なるほど。バケーション！これも一応、ハズレパックと。マジか。いやー、ちょっと雲行きが怪しくなってきました。5パック目。いや、みんなね、多分、カンコレアーケードの動画もきっと待ってくれてたと思うんで、最後に、いい引きして終わりたいなと思います。ね、しおいちゃん。では、見ていきましょう。5パック目。カミングアウト！カモン！おー、なるほど。なるほど？マーベラス。こちら、白つゆの貝ホロなんですけども、ちょっとバージョンが違うというかね、これ絵柄違いのものになっております。いや、もう一枚、もう一枚。こっち何か入っててくれますように、どうかな？見ていきましょう！ラスト一枚！こちら！あーですよね。美容の貝。以上でございます。ハッピーニューイヤー。本日は、セブンドローさんにて、お正月くじ、5つ買ってきた結果、こんな感じでございました。まあ、5000円だったら、まあまあまあ、ちょい高いかなって感じでございます。黒潮のね、雷雲アップの海中波、まあ、出てくれたんですけども、このね、画像一覧の中の大当たりは、ま、何一つ出ずということで。いやー、今年ね、川さんも私もちょっと年始の引きが弱いということで、今後、ますます私たちのギャンブラー心に火がつきますね。まあ、とはいえね、お正月の特別仕様ということで、まあ、中波も海も海ホロもいろいろなものが入っていたので、まあ、引いてよかったなと思います。しかし次は、絶対に当たりを引いてやるからな！ということで、提督の皆さん、2019年も下川チャンネルにお付き合いください。ということで、本日もご視聴本当にありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、そして高評価の方、ぜひよろしくお願いいたします。
以上、本日の下川チャンネルでした。また